高校ってだるいな。早く卒業できる方法とかあればいいのに。今日も早退しちゃおっかな。おいパンダ。あ、先生。非常に残念だが、このままだとお前は卒業できずに留年だ。え、どういうこと？こんなに真面目に学校に通ってるのに。さっき早退しようとしてたやつが何言ってる。パンダは学校サボりすぎだ。成績も悪すぎるんだよ。そんな、成績は悪くないはずです。だって一度もテスト受けてないもん。それが問題なんだ。抵抗ペンギン。高校を留年するとどうなるのか。腫れ物扱い。本当に留年しちゃったよ。まあ気を取り直してもう一年通えばいいだけだよね。はよう。おはようございます。ねえ、この答え教えてよ。次の授業で当たりそうなんだ。ねえ、お腹空いたし一緒に笹でも食べよう。お昼休みまで待ってらんないよね。ねえねえ、僕も混ぜてよ。焼きそばパンぐらいなら買ってあげるからさ。おいパンダ。ペンギン、そんなところで何してるの。自分の席にいるだけなんだが。お前今日の課題出してないだろ。早く出せ。さっき出してきたところだよ。わかりやすい嘘をつくな。クラスメイトにちょっかいかけてただけだろ。うるさいな。代わりにペンギンが出しといてよ。俺が課題を2つ出してもお前が出したことにはならないぞ。ケチ。じゃあもう出さなくていいや。留年するわけじゃないんだし。お前の学習能力どうなってるの。カッスのクラスメイト。全然クラスに馴染めないや。勉強にもついていけないし。あ、ねえ、パンダちゃん、久しぶり。え、あ、もしかして元クラスメイトの斉藤くん。なんか雰囲気変わったね。そうかな。大学生になったらみんなこんなもんじゃない。パンダってば何も変わってない。まあね。ねえ、こいつ誰。ああ、この間話したじゃん。クラスに高校留年したやついたって。そいつだよ。うっそ、マジヤバすぎじゃん。今からカラオケでも行こうかって話してたんだけどさ、よかったらパンダも来ちゃう。ああ、ごめん、忙しいから。あ、そっか、明日も高校だもんな。誘って悪かったな。授業頑張れよ。何あいつ、人生終わったって感じ。人生終わったかのような絶望感。これから僕はどうなっちゃうの。きっとずっと一人ぼっちなの。休み時間も昼ご飯も運動会も文化祭も一人ぼっちでツレションする相手もいないんだ。それは別にいいだろ。朝起こしてくれる友達もいないし、課題の答えを教えてくれる友達もいない。こんなんじゃ何回留年したって卒業できないよ。いや、自分でやろうとしないから卒業できないんだろ。どうせ僕なんかさっきの子、どっちか斉藤くんの彼女かな。斉藤くんはきっと順調に大学も卒業してホワイト企業に就職して、彼女と結婚して可愛い子供ができて幸せな人生を歩んでいくんだろうな。僕は影から指を加えて見ているしかないんだ。想像力だけはよく働くんだな。斉藤くんはあんなに幸せそうなのに、僕は一生一人でコンビニのアルバイトせ。シャセー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 。おいパンダ、しっかり働いているか。店長、もちろんですよ。そうか、じゃあ明日から来なくていいぞ。え、若くてやる気のある学生バイトを雇ったんだ。だからお前はクビだ。そんな、若者に働いてもらった方がフレッシュで爽やか、店舗のイメージアップになるからな。でも僕、ここをクビになったら暮らしていけないよ。そんなの知るか。さっさと出て行け。そんな、あのよ、お腹空いたよ。誰か助けてよ。実は仲間が結構いる。いいっす。もう午前の授業終わったぞ。一体何してたんだ。別に二度寝して YouTube 見てソシャゲしてただけ。いい加減にしろ。また留年したいのか。それもいいかもね。どうせ僕の人生はもう終わってるんだからさ。まだ高校生なのに判断早すぎだろ。そんなことないよ。だって高校を留年するようなどうしようもないやつ、僕以外にいないでしょ。そうでもないぞ。高校留年するやつなら毎年1万人以上いる。パンダが特別なわけじゃないぞ。え、そうなの。ああ、全高校生のうち 0.3% が留年する。平均すると1つの高校につき毎年2人は留年している計算になるな。
へえ。でそれでそうなる計算だよね。計算って言葉だけで拒絶反応が出てるぞ。とにかく高校留年はそう珍しくないんだ。変に投げやりになるな。そっか、なんか頭使ったら眠くなってきちゃった。ペンギン後でノート見せて。どっちにしろ授業は投げ出すんだな。高校はやめたっていい。でもさ、高校がだるいことは変わらないよね。後輩と一緒のクラスってのも嫌だしさ。面倒なプライドだけは人並みに持ってるんだな。嫌なら今の高校を辞めたらどうだ。ますます人生大当たりになるじゃん。そんなことはないぞ。高校留年が決まったら通信制の高校に編入転入するというパターンも多いんだ。通信制なら基本は自宅学習だから学校に通わなくていい。ってことは遅刻しても早弁しても消しカスで巨大練り消しを作っても怒られないってこと？怒られるってありがたいことだと思うぞ。まあでも必要な単位を取って試験や面接にパスさえできれば卒業できるぞ。つまり僕みたいな既存の枠にとらわれない天才型にはぴったりってことだね。ぐーたら特化の天才の。なんとでもいい玉へ。既存の枠でしか生きられないペンピーよ。急に生き生きしてきたな。自由な環境でこそ僕の才能は生きるんだ。まあ勉強以外の才能を伸ばしやすいのは確かかもな。中には芸能アート美容関係の授業を受けられる学校もあるぞ。今すぐにでも転入したくなってきたよ。そうだな、転入は早いに越したことはないぞ。たとえ留年したとしても早い時期に通信制に転入すれば3年で卒業することも可能だからな。何そのチート技。別にチートじゃない、転入してから頑張って単位をたくさん取るってだけだ。じゃあ僕も今から頑張って3年で卒業してみせる。お前の場合はもう4年目に突入してるから絶対に無理だ。結局のところ、なんだ今から頑張っても遅いのか。そんなことないぞ。高校留年したことは変えられないが、これからの人生はこれからどうするかで変わるんだ。落ち込んでる暇なんてないぞ。これから頑張ればいい大学に行くことも好きな仕事に就くこともできる。そうなれば高校留年なんてどうでもよくなるぞ。そっか、そうだね。そもそも高校順当に卒業したところで幸せな人生を送れるとも限らないしな。学生時代に優秀な人がうっかりブラック企業になんてこともよくあるみたいだしね。無能な上司に仕事を押し付けられて残業漬けになったりな。なんか急に人ごとには思えなくなったよ。奇遇だな、俺もだ。ところでさ、ペンギンって高校留年に詳しいよね。なんでそんなにいろいろ知ってるの？ん？まあ俺この高校合流してるからな。へえ。はあ？犯罪を犯しても捕まらなければ完全犯罪だよね。僕は絶対に捕まるわけにはいかない。じっちゃんの名字にかけて次回、完全犯罪をするとどうなるのか、バレなきゃ犯罪じゃないんですよ。真実はいつも一つ、自首しろ。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。